2022-23 ヨギボーWEリーグ第21節マイナビ仙台レディースと野島アステラ神奈川相模原の一戦ハイライトです。でまずは前半立ち上がり4分のシーン、松久保から宮澤が抜け出して持ち上がってそのまま落ち着いてシュートを放っていきます。マイナビ仙台宮澤ひなたのこのゴールで先制します。平野もついていましたが、続いて9分のシーン、松久保からのシュート久野がしっかりとキャッチをしています。そして15分のシーンです。隅田から奪った藤原シュートを放っていきます。松本真美子がセーブをしています。そして29分のシーン、宮澤、松久保とパスでつなげたところ隅田がシュートを放っていきました。30分のシーンです。マイナビ仙台の広沢と野島ステラの松本真中が接触をして PK、 大賀が落ち着いて左隅に決めていきました。松本真美子も触ってはいるんですが、大賀のシュートの威力が勝りました。これで1対1の同点です。同点のまま後半へと折り返していきます。49分のシーン、杉田のシュートこちらです。ここは松本がしっかりとセーブをしています。51分、中島のコーナーキックから国武が足を出してシュートを放っていきました。そして杉田のコーナーキック、68分の野島ステラのシーンです。松本真美子がしっかりとキャッチをしています。76分、マイナビ仙台佐々木が上がってクロス、松久保が合わせて飛び込んできましたが、ここは惜しくも合わせることができませんでした。83分のシーン、久能のゴールキックからこぼれたところ、宮沢が自らシュートを放っていきましたが、惜しくもゴール左にそれています。86分のシーン、藤原、そして伊藤から飛び込んできた藤原がシュートを決めることができませんでした。マイナビ仙台と野島ステラの試合は1対1引き分けに終わっています。何処置やっぱ長い。
では。選手を声援で後押しいただいているサポーターの皆さんのおかげで、今シーズンホーム、興行すべて無事に終えることができました。来シーズンはさらにパワーアップして、またこの岩下に皆さんの前にマイナビリリースを戻ってくることをお約束します。高校に入ってからは、今日に向かって生活する楽しさと、意識の
これまでプレースタイルや考え方も違うチームメイトとサッカーという競技を通して一緒に戦うことができ、多くの指導者の皆様のもとでサッカーを学ばせてもらいました。どんな状況でも私たちの背中を押して共に戦ってくれた皆様の応援の力があったからこそここまで来れたとも思っています。今日この場を借りて皆さんにしっかりと挨拶をすることができてよかったです。よかったんですし、チームの応援はもちろん、私のフレフラやユニフォームグッズを持ってマイアミホというサッカー選手を応援してくださった皆様にも本当に感謝しています。家族の前ではすごくわがままな娘だったと思いますが、サッカーという競技に出会わせてくれて応援してくれて、最後には私の決断を受け入れてくれてありがとう。これまで多くの方に支えられて続けてきたサッカー人生もあと少しで終わりますが、サッカーがあったからこそ出会えた人がいて、サッカーを通して人としてお話ししていただいたこともたくさんありました。この経験を無駄にしないように、第二の人生も新たに出会う人たちとのつながりを大事にしていき、自分らしく進んでいけたらなと思います。最後になりますが、このチームで戦うリーグは残り1試合となります。最後までマイナビ仙台レディースの応援よろしくお願いします。思い出いっぱいの8年半皆さんに出会って幸せでした。本当にありがとうございました。泣けませんでした。あの自分あのマイヤのママが泣いてる。泣いてた。奇跡全然泣いてる。2人ともやっぱり怪我があって、やっぱり自分の思うようにこうプレーできないというところがこうあったんですけど、まあ今日に関して言えばやっぱり位置があそこにボランチのところに入ってくれたことで、非常に守備のところのその中盤の守備あるいはボールの動かし方っていうところでは、かなり彼女が入ったことで流れが変わったかなっていうふうには感じてます。それからマイヤーについては非常にこうなんていうんですかね、真面目なプレイヤーで、そういう意味ではちょっとこう真面目すぎるっていうか、プレーそのものが非常にこう分かりやすいっていうところがあったんですけど、今日はでも すんなりこう流れの中に入っていって、いいプレーもクロス上げる場面ですとかオーバーラップの場面も、あっていい仕事をしてくれたんじゃないかなと。で、位置点に関して言うと、どこでボランチで使うかセンターバックで使うかっていうところだったんです。今日の流れでいけば、後ろよりはちょっと前目で、後半から使うという予定でそのままに、で、マイヤーについては、全体の流れの中でどこでっていうところで、時間帯で、マイヤーを、フレッシュなマイヤーをこう、あそこの位置に置いたという感じですかね。はい。そうですね。こうリーグが残り1試合っていうのもありますし、でもその先に正直は、個人として本当の目標というか、そこが一番勝負だなっていうところは感じている中で、
まだメンバー発表もされてないですし、こう今日の1試合もそうですし、次の1試合も、まあ、日頃の練習から本当にそういうところからメンバー選考っていうところはあると思うので、本当に常にベストパフォーマンスを出し続けるっていうのがこう今できることかなっていうのは思ってるので、まあ、そういった意味で今日点を取れたっていうのも良かったのかなとは思いますけど、まあ、自分の、まあ、勝負というか、こう小さい頃から夢だったワールドカップに出るっていうところが本当に今目の前にあるっていうところで、本当にいよいよだなっていう気持ちがすごい大きいので、まあ、今本当にそこに向けて、まあ、いいコンディションで迎えたらなとは思ってます。まあ、人生初めてのキャプテンという役目だったんですけど、まあ、本当に自分が何できたかって言われると本当にわからない部分でもあるんですけど、まあ、チームメイトが本当についてきてくれて、まあ、チームメイトに感謝してます。引退する理由は、自分に新しい夢ができて、で、まあ、その夢に向かいたいって思ったのが引退する理由で、まあ、その新しい夢は保護犬活動とドッグカフェをすることです。自分は、まあ、この年で引退するんですけど、本当にサッカーって何歳になってもできると思うし、何歳になっても本当に可能性があるというか、代表も入れると思うので、本当にまあ夢を持つことが自分にとってはすごく大事だと思うし、その夢に向かって努力するっていう過程が本当に大事だと思うので、そういう意味では頑張ってほしいし、もっとサッカーを楽しんでほしいなって思います。いや本当に、まあ、コロナの時期もあって、声出しが禁止の時もあったんですけど、本当に声出し応援で皆さんのやっぱり声を聞いてピッチに立つと本当に力が湧くというか、本当に背中を押されますし、まあ、そのファンサポーターの皆様があってこその私たちだなっていうふうに改めて感じました。そうですね、もう本当にいろんなことを経験させていただきましたし、まあ、この8年半で、まあ、チームも変わったりリーグも変わったり、いろんな人と先輩方にも出会えて、なんだろう、一言ではもうこうとは言い表せれないんですけど、本当にいろんな方たちのおかげでこうして私がサッカー選手としてここまで来れたとは思うので、本当にいろんな方々に感謝したいなっていうふうに思います。